クレマヌです。おはようございます。プランです。エアです。サイメイです。はい、今日の動画はですね、はい、好きなもの、嫌いなもの、一日食べてみる企画でございます。イエーイ。あのですね、私やらかしまして、あの、はい、オープニング撮ったんですけれども、うん、そちらのデータの方を紛失させていただきました。バロ、バロ消去しました、このバロ。すみません。なのでね、あの白熱したじゃんけんの結果、私が好きなものを食べることになりました。私たちが嫌いなものを一日食べ続けるという、はい、過酷な企画でしたので、はい、ぜひ私たち の, あの有志のあれを見てください。はい、こいつはただ美味しいもの食っただけです、うん、そうです。はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、マジです。うん、はい、おはようございます。嫌いなもの一食目、とりあえず家にあった豆腐に、もうさ、これ何、何かしらと一緒に食べなきゃと思ったんだけど、ご飯炊いてなくて豆腐だけあったんで、豆腐の上にパクチーと、やばい、もうパクチーとオクラをもう刻んだものを乗せてみました。これぐちゃぐちゃにした方が美味しいんかな。いや、もう美味しいとかの問題じゃない。もうね、刻まない方が良かったのかな。なんかちっちゃくすれば食べれると思って、葉っぱもパクチーもオクラも刻みに刻んだんですけど、とにかくなんかもう気持ち悪い。お醤油で味付けしてます。うわ、パラの匂いがするよ。豆腐だけ食べよう、とりあえず。うん、うまっ。風味がパクチー、なんでさ、パクチーってこんな匂いするんだろうね。あ、大豆。うん、めっちゃパクチー。もうはぁ、パクチーのさ、匂いが上がるってなるの、うーってなるの。嫌いなものは克服しなきゃ。今豆腐しか食べてないけど、朝ごはんは、肉ということで、こちらのビビンバというものでしょうかね。こちらですね、半熟卵のせ、いただきます。美味しそう、よかった、好きなもので。うん、美味しい。
ールを見てました。通知で脱毛が今なら3000円らしいです。迷惑メール。グッドモーニングエブリバディ、グッドモーニングエブリバディ。ご覧の通りスピンでお送りいたします。まず私が食べる朝ごはんはですね、でん、舞茸とチーズです。なんだろう、匂いがダメなんだ多分。違う、匂いっていうか、なんかなんだろうな、なんかこの癖のある味が多分私苦手。ちょっとおいしい嘘、あんまりなんかちょっとやっぱ苦手です。私はどうしたら克服できるんでしょうか。で、僕の朝ごはん見て、この米の量、丼に入れて納豆とみかん、おいしい。青さの味噌汁、ちょっと味変な感じで食べていきたいと思います。うん、4等分に分けたから4回食べれば終わる。これって考えたらちょっと楽かも、気持ちが。でまず1個目食べとこう。いただきます。3口でしょ、これ食べたあと2口、頑張るぞ。頭痛くなってきたいただきます。チーズたっぷりなんだけど、ここいくぞ。これはやばい。最後の一口。頑張ってるわ自分。最後の一口いただきます。食べました。舞茸さん、チーズさん、ごちそうさまでした。うわ、はい、お昼でございます。えい、何を食べるかご紹介します。私は肉なので、はい、こちらの焼き鳥と唐揚げです。ハッピーかよお前、それな、いいな、はい、どうぞ。私はまんまじゃん見えるかな、オクラが3本とパクチーが2本をちょっとなんか苦いのなくなるかなと思って茹でてみたら、すげえしなしなになっちゃって何これっていう状況。マジで3本とあれね、やばいな。で私は私特製舞茸とチーズのマヨネーズ炒めです。です。私はこれにポン酢をかけます。
じゃあとりあえずこのまま醤油が良かったのに醤油いただきます。いただきます。伸びないねチーズ。うん、いただきますって言ってから進まね。嫌なんだよ。美味しいな。目も喉乾いた。いや、うわ無理だ。もうこの匂いが無理。毎回だね。嫌いなものは。もう食感もないよ。納豆だと思って納豆。これは納豆。汚ねえ。やめろ。じゃあまずチーズから食べます。チーズは食べれるんですけど、まあ、少量しか食べれないっていう。舞茸の味するなんか。変な音した。やっぱじゃんけんで人生が変わることってあるんですね。あるらしいです。じゃんけんって重要。負けたことによって。すごい人生を歩まなきゃいけなくない。あの時勝てたら何食べれてた？好きなもの何って言った？ラーメン。ラーメンか。かわいいかも。好きなものだから勝ってたらラーメン食べれてたの。負けたからこれ食べてたの。いやもう無理。でもこれは。これを食べきればいいから他のものを食べてもいいわけですよ。そうそう、はい、ってことでウランさんは、はい、私はキムチチャーハンを頼みました。救世主はスープです。ユッケジャンスープを頼んでます。あやっぱね何かないと食えない私これ、うん、もうね匂いでダメなんだよね。え待ってキムチの匂いもやばいかも今。いただきます。うんうまい。むせな、うん、パクチーとキムチ全然キムチしか噛んでない、うん、来た。ゲロるよ。好き嫌いだったら今すぐキムチをかけてみました。オクラの美味しい食べ方を教えてください。納豆とメカブとオクラ3つ混ぜてネバ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 丼にします。夜それにしようか。うん。オクラとキムチご飯。味は分かんない。もうこれに入れたら。うん。うん、絶対パッキーはわかる。あれはな、あ、オクラキムチご飯はいけそう。ちょっとずつ食べるからダメだもん、私は一気に食わないと無理。ポイッポイッ。オクラ嫌いな子、キムチチャーハンに入れたら食べれる。オクラ嫌いな子、まず食わないから。いただきたくないって言ってるけど。キムチチャーハン美味しい。見て、3等分にしたからこれ3回食べれば終わる。はい、オクラ食べ終わりました。終わりです。ここまで来た。もう音鳴ってたもん。ゲロの上がってくる。やばかった。久々に吐きそうってなった。今考えかけない。ただお腹いっぱいなだけで。頑張れや。頑張れ頑張れ。唐揚げに入りました。うまそう。ただの美味しいだけだよあんた。そんな家行くんやさよ。ここにこう入れる感じ。ここ食べ終わりました。お疲れ。
早く食べようと思っていいですか。あいつが好きなもの食べてみてください。あ、やばいね。はい、というわけで最後のオクラとパクチーなんですけれども、私はですね、あの後トリートメントとネイルに行ってとても気分が良いんです。もう可愛いみたいな、可愛いみたいになってるんですけど、目の前にはですね、やっぱなんかご飯とかネバネバ丼にするといいってエアが言ってたからね、ちょっと自分なりのネバネバ丼を作ってみて、この真ん中にオクラとパクチーを茹でたやつを真ん中に置いたんですよ。いただいていきたいと思います。いただきます。うん、うん、うん、たくあんがいい仕事してる。いいんじゃない、いいんじゃない、このままこの緑の部分全部食べきるわ。こういうの勢いって大事。うん、たくあんがいい仕事してるぞ。あとこれだけだ。これを一気にかき込んで、たくあんで味を、多分これラスト、今回ラスト、きつかった。うん、うん、今度もいい仕事する。うん、待って、全部食べきってないけど、パクチーとオクラ完食しました。いや、わかるけど、風味がね、すごい肌にくるので、風味がすごい肌にきてるので、あと、わかるんですけれども、朝と昼に食べた食べ方よりかは、全然こちらの方が食べやすいと言いますか。あの、たくあんがとてもいい役目をしておりまして、食感など、うち多分ね、ほんとオクラの食感がダメなんだよね。もうそれをかき消してくれていて、食べることができたよ。克服って、ではないな。ごめんなさい。克服ではないんですけれども、まあ、ネバネバ丼にして食べれば、食べれるっていうことが分かりました。はい、うまうわ、うん、辛い？あ、どうでもない。ボンボローです。こんばんは、エブリバディ、こんばんは。お昼が結構量が多かったので、夜があと残りこれだけになりました。それではいただきます。メリクリします。はね、コーヒーと鳥肌がひでえ。でも水よりいいかも。最後の一口いただきます。食べたよみんな、ほら、またやっと、またそれでは今から GoTo トイレしていきたいと思います。ちょっとキャベジンにも助けをもらっていきたいと思います。では皆様、ハッピーニューイヤー、バイバーイ。はい、ということでやっと1日終わりました。イエーイ。
まあ、好きなものを一日ずっと食べれるっていうのはとても幸せで良かったですね。今回の企画はとても、ありがたい企画でした。はい、まあ、勘違いしないでほしいんですけど、私じゃんけんで勝ったので好きなものを食べれたということで、2人には恨まないでいただきたいなと思います。まあ、じゃんけんっていうのは結構人生を左右する時もあるので、そういう気持ちで私はこれからもじゃんけんをやっていきたいと思います。埃がついてます。それではお二人ともどうでしたか？もうやりたくないですね。うん、うん、しい。でもこれからの目標はちょっとでも好きになれるように、まあ努力する姿勢は見せていこうかなと、はいはいはい、思います。はい、うん、うん、しい。でそれではですね、最後の方に、こちらの鼻小よりをして、くしゃみ、目を閉じずにできるかやっていきたいと思います。では失礼いたします。あ、すいません、すっぴんなもんで。いただきます。え、目閉じないからね。よということで、皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本当にきつい企画でした。皆さんも嫌いな食べ物ありますか？よかったら一緒に克服してみませんか？ということで、高評価、チャンネル登録、コメントたくさんお待ちしてます。もうやりたくねー。